チス誰も知らない狩人イカレタコスケです。前回は腹痛により、ゆっくり実況を作るという地獄を味わいました。ゆっくり実況を作っている皆さん、いつも大変ご苦労様です。というわけで、今回は普通の狩りじゃねえ。そう、豪気ーースタイルで、竜巻旋風客では名前じ忘れたけど竜巻旋風客と呼ばせてくれ。竜巻旋風客と波動拳のみで、境界圧仇を倒そうという、そういった、 混沌だが、こっちでこれ合ってんのかこっちより普通にワープした方が早かったんではないのかというね、そういった疑問は忘れ去りながら、だがしかしよ、装備は専用のものになっておりますゆえ、その火力タリは、決して、えー、縛りとはいえ、舐められたものではない。さあ、パワーアップしてから行こうか。効果薬グレートも飲んでいこうか。そして、んー、基人の粉塵も巻いていこうか。そして、 なんだっけこれだ。怪力の種も、飲んでいく。区内を投げれば波動源。そして、なんだっけ旋風。竜巻。あれを使えば、竜巻旋風客、下調べはついている。貴様がここにいることはもう、100年前からまるっと、お見通しだ。なぜもう、落とし物を落としているかわかりませんがね。さあ、やっていこう。バットの時に殴っちゃったら、それはごめんねで許させていただこう。さあ、見せてもらおうか。私の、竜巻扇風 猫ちゃんたちは支援2体を連れてきておりますんでね。ここに、ここに、かけり虫の補給所を作ってもらいたい。かけり虫を出してくれかけり虫を出すんだ弁慶、イカロス、今です。かけり虫を、かけり虫は、かけり虫を。 出していいたただきたいあっとあっとパーパンチがちょっと今違う違う,違う今の違う当たっちゃったけど今の違うから今当たっちゃったなうん申し訳ないねうん手を振り上げるときにねジャンプするときに手を振り上げる癖があってねそういったものでツボとか割っちゃうんだよねやっぱねボーナスステージで車をぶっ壊してるだけのことはあるんですよだが見ていただきたいこの威力一発約おそらく200ダメージ前後ってことは100発ぐらいでお前さんはぽっくり あのように言って当たりませんでした。これで211発。211発何を言ってるんですかね ?101 発ワンちゃん101発ワンちゃんを当てていかなければいけない。101発旋風脚あ、いいとこに入るとすげえダメージ入るように見えたけど、お前あれか。今のはお前ジャギーか。ジャギーダメージか。桜さあくらえ竜巻旋風脚そして、竜巻旋風脚はレンダーすることが叶わない。そこでね、そこで、まずはヨガフレームを喰らいながら、 ヨガ,お前ダブルヨガフレームをくらいながらちょっと待て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 お前つかこんな動きするんだなとりあえずとりあえずそうこんな時は波動剣波動剣大体2発で10ダメージ弱パンチに戻るこの波動剣をうがいい食らうがいい,食らうがい,いおおなんか鬼火的になってる鬼火的そしてゲージが溜まったらすかさずこれで糸をまず剥がしていこう糸を剥がしていきたい そして私にはもう一個、もう一個実は能力があるんですよ。それはね、ちょっと待ってくださいね、安かたきさん。そう。壁を走ると火力が上がる仕様だ。どうだだがそれは本当に一瞬なので、果たしてつけてきた意味があるかどうかはわかりませんがね。あっとごめん、殴っちゃった。手が当たっちゃった。ボーナスステージの癖が。いや、申し訳ないね、ほんと。あ、待って、かけり虫。と、かけり虫がとりあえず一個拾わないと、 話にならんですよ。あったあったあった。ナイスナイスナイス。ナイス,ナイスかけりむ失望。これでいける。いけるぞ。竜巻旋風客す、おっと、竜巻旋風客。竜巻旋風客溜まっちゃうかな、まあ、待ってよ。竜巻旋風客の前にすっげえ遠いところに波動圏があるから、波動圏で乗ってしまった場合、 これ私攻撃してないからね。これ勝手にこのクモちゃんが壁に突撃してるだけだから暴れてね。このゴーキちゃんが背中に乗ったことによってね。私関係ないと思う、それは。うーん、なんでね。これは違うんだな、やっぱな。で、ここで、ここで弱点に。えー、待って、待って、やっちゃった。竜巻、旋風脚まあね、あの、走流することってのは決して縛りの範囲内とは決して言い切れないんで、そういったところをね、私はね、 あの加味した上でこうしてますんで強いぞ強いがちょうどちょうど攻撃できないちょうど攻撃できないクソ糸をまとうのか糸をまとったところで竜巻扇風客届けゃ危ない波動剣波動剣そして竜巻扇風客が来た竜巻扇風客いいダメージです前段ヒットで210ダメージくらい入りますかね竜巻竜巻じ、ね、波動剣波動剣波動剣からの 竜巻旋風脚そう、この技は無敵時間が長い。だが、無敵時間が終わった後は決して無敵ではない。そのところを、ちゃんとよろしくしていかないと、地獄を見ることになるけれど。さあ、まだ、まだ、かけりムシちゃんは復活していない。待て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 無理をするな、無理をするな。そのお尻に、竜巻旋風脚いいダメージそして、ここ、ここ、あ、ちょっと待って、ちこっち来しょう旋風脚波動拳 波波動拳波動糸をまとったら、糸をまとった方がお前はダメージが入る。この技、竜巻旋風脚打撃になっているかと思ったけど打撃にはなっていなかったんでね。おー、素晴らしいな。かきり虫が常に補充することができる糸がギリギリセーフです。そして、竜巻旋風脚です。竜巻旋風脚中はほぼほぼ無敵です。波動拳、波動拳。 はおっと逃げるつもりですかあ、こんなところに八塚滝の落とし物が女王のフェロモン。八塚滝の落とし物が女王のフェロモン。うん、これは八塚滝の雲の恩返し的なものでしょうか。私のフェロモンを置いてきました。これを城下町に行って売ってください。マニアックな人がきっと買ってくれるでしょう。 そういった恩返しでしょうかね。一体いくらで売れるやら、その前にいろんな法律によって私は摘発されてしまう可能性もあるが、まあそこはクモのフェロモンであるからして、買うやつも、まあ基本的にはスパイダーマン一択、一人にしか売れなければ足はつかんといったとこでしょうか。竜巻どれぐらいかかるんだろうなでも、わてよ、ワンチ片手剣が下手くそなタコスケだったらば、この竜巻扇風脚で倒しきる方が実は早いとかそういったことがあるんじゃないうんー、綺麗に波動剣を打っていくや、やはり スーパーパファミコン時代に竜巻旋風客とは昇竜拳とは波動拳だけで生きていた少年イカレタコスケの前にやつからきもたじたじと言ったところがこのストリートファイターマスターがストリートファイターマスターが号機を使うやつにはこの号機なんか使い勝手強キャラ中がよとそう言っていたこのイカレタコスケが今お前に号機でインド技すげえダメージしてるなやっぱいいダメージしてるやっぱ頭部狙っていくか頭部なんとか狙っていきたいここで必殺技を必殺技を使っていこう 必殺技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 を見せてやろうおっとどうしたま痺っているかさあ見るがいいこれがこれが爆裂竜巻旋風脚そうですこれは爆裂竜巻旋風脚ですおっと待て結果的に待て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 えうんこれ置いとこう竜巻旋風かなかったお前バックステップを持っていたのかあ待て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 かっかげり虫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 3体ないと全然変わってくるから 全然、あ、いねえな、これな。待てよ。だが、ここには、これ、先行中がいる。先行中がいる。強キャラ中の他にも先行中がいる。そして、派遣で削っていきたい。だ、波動拳で削ろうと思ったが、このタイミングでこんがり魚を食って、自動回復をしておこう。大丈夫。最近のストリートファイターには自己回復する奴もいるし、ストリートファイトには、あの、落ちてるガムをか食ってか、全回復する奴もいる。だから大丈夫だ。嘆くない違った、はい、波動拳届かない 波動拳ごめんそれ場外じゃねえのか？上差ししないでかダメージかダメージか,ダメージかだがだがだがこのこれ入れとかなきゃダメこれこれこのま回復回復竜巻旋風脚素晴らしい KR 竜巻旋風脚スクエアエニクスとカプコンの見事なコラボだ危ない使ってしまったくくそ普段の俺のこのハンター心が使ってしまうそしてあれはもしやあれはもしやあれはもしやカケリムシをゲットした行くぞ いや今殴ったのは気のせいですよ。そういうこともありますよ。これは竜巻旋風客に入るためのコンボの一つです。竜巻旋風客は掴み技です。行きますよ。行きますよ。うーん、気をつけろ。怒ってるときはやばいぞ。おー、なんだお前。あ、え空中技を。こんな技を使ってくるのか。あ、ぼーっとしてる場合じゃない。ここは波動拳ポイントだ。波動ー波動拳よし、波動拳叩き落としたところで、竜巻旋風客波動拳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 を、 波動剣をもっと巧みに、おっと、痺れてしまったら、ここで頭部に、頭部が出ない頭部が出ないが、あ,あ、ダだ、頭部に当たらない波動剣を撃っていけくっそ、頭部を出せ頭部を出せ。あ、待てよ。そろそろ、そろそろ、拳を解かないとな。やっぱ、合気ぐらい、拳を極めるとね、あの、解かないとやってらんないっすよ。もう岩をも砕くんでね、やっぱ解いとかないといけないっすよ。やっぱ、首頭こそ最強、首都こそ最強だ。今回は使わないけどな。おっと、また、お前は、遠くへ逃げていくというのか、愚か者名が、 愚か者目がやつかたき。敵を前にして逃亡を図るとは。だが、その息はよし。勝てぬと思ったとき、それは逃げることを恥じるべきではない。恥じて、そして死んだ者こそが、真の敗北者なのだ。そう、豪気が言っていたという記憶は一切ありませんが。竜巻旋風おっとここで乱入者の登場そう。この、うん、と、大地で戦っている以上、ノが戦っている以上ね、やっぱここ、ここでエドモンド・本田の登場です。 エドモンド・バルファルクへ。行くぞ。エドモンド・バルファルク見せてやろう。これが、これが、日本だでこれが、日本だでこれが、日本だそして、そろそろとどめを刺してやろう。ジャンピング、アスカー文化、アタック格闘ゲームの歴史において、タッグ戦が追加されたという歴史を無視しない。これが、真の縛りというものだ。 今のはな竜巻旋風客コマンドで出るエドモンドホンダのスーパーズズキになっていますだからまあこれはしょうがないといったところまあ,あの実況動画のご都合的にもこの辺でそろそろダメージをある程度与えておかないと,、うん、と全然終わらないというところ私が喋っているからカットするところがないというところそういったところをね私はね工面していきたいよ そして、八塚かたきの、この、剣覚をゲットし、これはすべてマカツボに突っ込んでいく。そう、生きるためにはね、格闘家だってお金が必要なんですよ。お金がないから、チッ、チッキショックチッキショダウン中にゲージがないどっかにないかかないかいけるか ?2 回目、2回目いけるオッケー、出してくれかけり虫、かけり虫を出してくれ、頼むそこに虫の巣を、虫の巣を、虫の巣を出してくれ くらえ、竜巻旋風脚客え竜巻旋風脚客えなどこだどこだおっとそして、ここで、ここで、新キャラクターの登場。奴は来るのかそれとも、ただ、ステージの後ろにいるモブかいや、違いますここでなんと、入ってきたのはやつ、奴だエドモンドバルファルクじゃなくてなんだっけお前。エドモンド、なんだっけエドモンドティラノサウルス これはエドモンド、ティラノサウルスによる、スーパーズ突キこれは噛みついているんではありません。スーパーズ突キです。スーパーズ突キ。最強のズ突キ技だ。決まっていく。そして、最終号機。ファー,ーズツキ。ジャンピング。スーパーズ突キだあ、パンチしちゃったごめんね。ダウンしたところに、竜巻旋風脚を、おっと、毒毒落としな、毒毒落とし穴を、 毒毒落とし穴を用意している毒毒落とした竜巻旋風客毒毒落とし穴が後ろにあるぞお前と俺は背中に壁そしてお前は後ろにあ残念だったな残念だったぴょん残念だったぴょん豪気の竜巻旋風客と波動拳が火を吹いていく暗え暗えピオレもうピオレよ毒を食らっちまったな竜巻旋風 白脚による無敵時間いい感じだ。完璧じゃねえか。これはもう縛りプレイじゃねえ。5期を使ったチートプレイださあ竜巻旋風脚また溜まっちまったぞ。残念。こちとら無敵で頭を出していますね。いいダメージ待てよ。火はダメだぞ。おめヨガフレームは禁止だ。あ、何にもないところから火を生み出すってのはもう。それはもう。それはもう魔法なんですよ。あたた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 た,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 たここまでだいぶいい感じに来ています。さあ。 んー、何で回復するか。やっぱりお金のない格闘家。その辺に起こっている蜂蜜は拾っておくべきがきちいこの蜂蜜っていうのはよ、ものすげえ栄養価なんだがよ。あの、なんだっけなんだっけボツリヌス菌だっけなんとか菌っていうのが入ってるからよ。あ、看坊に飲ませてはいけないんだ。いいぞいい感じですいい感じだはいよしよしそして、そしている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 うーん、ケリムシゲット、逆中だ。あっと危ない死んでしまう 竜巻戦、ブーキャク中心でしまう。生きろ生きろ大丈夫。お前ならやれる。大丈夫だ、問題な。あぶたついそれ熱いんですおっよし竜巻戦、ブーキャクそして、波動圏落ちたい。相手持ちすぎ問題。 アイテム持ちすぎ問題格闘家なのに、すげえアイテム持ってる満載でアイテム満載で旅しているトルネコですかねトルネコは転んだ時にスーパーズズキを発動することで有名なキャラクターですが、今回はね、今回はあくまでアイテムっていうのはサポート的なアイテム。そ,そして、エドモンド・バルファルクと これまさか向こうがタッグ戦をやってくるという、そういった流れでしょうかだが、こっちは気にせず波動拳打っていく。だが、今回の、あの、エドモンド・バルファルクは、どうやら、ステージバックにいるギャラリーのよう。そう、登場キャラクターが、ステージのバックにいるっていうのもまたね、それも一つ、面白みといったところでしょうか竜巻千百えぐるような、えぐるような、あれは何でしょうかガエルの下足払いのような技を。待て待てまさか、お前。まさか違うよな違うな違うな,違うな移動だな だだなな大丈夫だなトラウマを植え付けてくれトラウマを植え付けてくる。もうスーパー続きで、各国、一国を滅ぼしたとされる、バルファルク、エドモンド。だが、だが今回の目的はあいつじゃなかった。いつかあいつと合間見える日も来るだろう。さあ、拳の指先を研いでおこうか。まあ、ネイルサロンですよね、簡単に言うとね。ネイルサロンにちょっと通っていこう。だがネイルサロンに通いすぎることによって、ネイル師の技を覚え、 それもまた一つ、格闘術のようなものですからね、うん。バルログに習い、爪を研ぐといったものを覚えた。そうなんですよ。そう。戦いにおいて、こだわりは必要ない。必要とあれば全て使う。それが、合気流、格闘術の教え。そう。こういったわけのわかんない人玉取りってやつも取っていく。これによって、火力が上がるっていうのは、これはもうね、戦いの、もう、蝶々とかはもう戦いながら食いますね。これ、今、食ったことに飛んでいきましたね。焦点していった。ああ、お前のことは忘れない。だがよ ここで、竜巻旋風客が入る計算によると、標的の捕獲可能率は91%だとだがよ、最後まで戦うことが、そう、格闘家に捕獲という文字はないんだ。そう、格闘家は常に戦っていく。どちらかが倒れるまで、それが格闘だが、このゲーム忘れてはいけない。このゲームは、モンスターハンターだ メッツ、ヤツカダキ。また、相まみえよ。そのための捕獲だ。16分49秒。まあ、1ラウンドのうちのは、まあ55、55%ぐらいの時間といったとこでしょうか。一応、この号機の装備紹介していこうと思います。 てってれー。ハイニンジャソード。こちら、鉄柱主義強化がついていますんでね。これ非常によろしおす。回心率100%における超回心を乗せやすい装備となっています。そして、水だね。これ、回避性能2が乗っていて、心眼2がつきますんで、非常によろしおす。 そしてこれ、えっ、ー、とね、核用、核陽のメール。これ、支柱にカツと、支柱にカツによる火力アップですね。で、ドンキ使いに、心眼1、えー、超快心を乗せたレックスエースアームに、核用のコイルに、死活、死中二カツ。そして、隆起活性もね、いい火力アップになります。逆恨みも当然ね、えー、いい火力アップになります。そして、えー、かけり虫使い2が乗って、えー、スロ2がついて、スロ3がついている、ブラックレザーレグスだね。で、これは結局役に立たなかったからなくてもいいんだけど、壁面移動3がついている、 ものに、かけりむ使い一応乗せてたから、まあ、スロット2が空いていれば、十分といったとこでしょうか。さあ、こちらで一応見せておきましょう。こんな感じになります。いやー、熱い戦いだった。実は一回目、マイクを切っているのに気づかず喋り切ったというね、そういったこともありますが、絶好調ですね。それでは皆さん、ぜひ、 竜巻旋風客って言ってましたけど、本名がちょっとわかんないから調べておきます。竜巻旋風客、使ってみてはいかがでしょうか。誰も知らない豪器、イカレタコスケでした。